松本地区でも例年行っていました 12.8 の付箋の集いを12月12日午後2時から松本 M イングでスタジオジブリの高畑勲監督をお呼びして開催することにしています。ぜひお出かけをいただければというふうに思います。さてこの12月市議会におきまして、あるいは12月この県議会に対して長野県5県連合、そして松本市議会に対しては松本地区5県連合から請願を2件出してございます。一つは日米地位協定の抜本的な見直しを求める意見書を国に提出をするように請願をいたしました。これは11月に開催をされました全国町村議長大会の中で全会一致で可決がされている意見書でもあります。在日米軍のまさに不法ともいえるような日米地位協定の下で完全に日本は日本の国民の基本的人権が侵害をされているような中での米軍の訓練などが行われているわけで、人権が侵害されているそんな地位協定は抜本的に見直すべきだ、まあ、こういう中身でございます。何年か前この12月8日の不戦を誓う集会の時に松本地区におきまして、勤労者福祉センターの1階大会議場でいかに沖縄の県民の皆さんが日頃感じている爆音の音が大きいのかという実験をしたことがありました。音源で124デシベル、聞く側で90ホーンの爆音を再現をいたしました。嘉手納基地の爆音訴訟を戦っている皆さんからお借りした DVD で米軍ジェット機の音を音源で124デシベル、そして聞く側で90ホーンという音を再現してみました。これは決して大げさな音ではなく、沖縄では日常的に聞かれる音でありますが、これはもう耳を塞いでいても内臓が揺れる、抗おうと思っても抗いようのない音であります。そんな中に日常的に置かれているにもかかわらず、しかし米軍機の夜間の飛行差し止め訴訟など、神奈川やあるいは立川基地、沖縄の基地はもちろん、それぞれの市民の皆さんが訴訟をしていますけれども、しかし日米地位協定、日米安保条約の下でそういったことが一向に改善をされていない現実があります。今年の7月30日にも第4次の厚木の爆音訴訟の東京高裁で判決が出ました。夜間の自衛隊やあるいは米軍による飛行訓練は極めて問題であって、県民の皆さんの基本的な人権が侵害をされている、したがって41億円の賠償命令が出されていますし、自衛隊機に対しても夜間の飛行訓練の差し止め命令が出されました。しかし米軍に対しては日本の政府が、日本の裁判所が判断をすることができないということで、米軍に対しては飛行差し止めの判決を出すことを裁判所はしませんでした。これまでも日米地位協定、日米安保条約の下で極めて不平等な扱いが続いているわけですけれども、
例えばアメリカ軍は日本の航空法に従わなくていいという地位協定があります。これは誠にひどい話ですが、沖縄あるいは横浜や東京の立川において米軍機は民間のアメリカ軍の家族が住んでいる住宅の上は一切飛びません。これはアメリカの法律によってアメリカの国民の皆さんが住んでいる上空を使って飛行訓練はしてはならないというふうになっているため、それは日本においても米軍の皆さんの飛行訓練は米軍の家族が住んでいる上空は飛ばないわけであります。しかし日本国民の神奈川県民や東京都民やあるいは沖縄県民の皆さんが住んでいる上空は自由にどんなに低空飛行であろうとも何の制限も受けずに飛行訓練が行うことができてしまいます。で、現実に行われているわけであります。日本がアメリカの州の一部になれば、仮にですよ、仮に日本がアメリカの州の一部になればアメリカの法律が適用されてアメリカの米軍機の飛行訓練は行われないということになります。しかし日本を今現実は日本の国の中で日本国民が住んでいるその上は飛行訓練を自由にやって、そしてアメリカの兵隊の住んでいる住宅の上はアメリカの法律に従って一切訓練が行われない、こんな不合理なことが現実に起きている。だから日米地位協定を抜本的に改定してほしい、まあ、こういう願いが全国の町村議長会の大会の中で国に対して意見書が全会一致で採択をされた。だから松本市議会や長野県議会でも同じように国に対して意見書を挙げてほしいという請願を出したわけであります。ぜひ長野県議会や松本市議会においてもこの請願を採択をしていただいて、国に日米地位協定の抜本的な見直しを求める意見書を出してほしい、こういうふうに思うわけであります。で、2つ目の請願は地方自治を堅持する請願であります。地方自治の堅持を求める意見書を国に出してほしいという請願であります。これも実は沖縄の問題であります。先ほど来お話をしておりますけれども、この少なくとも1年以内の県知事選挙あるいは名護市長選挙そして衆議院選挙などなどを通じて沖縄県民の皆さんの名護市辺野古における新基地建設は反対だという意思は明確であります。そして小永武史沖縄県知事によってそれ以前にの知事の中山知事が認めた大浦湾の埋め立て工事、これを認められない、手続きに瑕疵があるということで埋め立て承認を取り消したわけでありますが、しかしこれに対して国が県を相手取って行政訴訟を起こす、あるいは裁判を起こすなどということが現実に今行われているわけであります。本来行政訴訟というのは国や県、市町村こういった行政が行ったことに対して県民が、市民が、あるいは国民がこれは問題があるということで起こす訴訟が行政訴訟であります。
しかし国が県を相手取って行政訴訟を起こすなんていうこと自体が想定をしていたことではありません。法律が想定をしていることではないわけであります。世界一危険だという普天間基地、これを国は直し辺野古への移転だというふうに言っていますけれども、現実は違います。現実は普天間基地の機能ではなく、全く新しい能力を持った新基地を作るというのが辺野古で行われている計画なのであります。在日米軍の 74% が沖縄に集中をしている。今新しい基地を作れば半永久的に沖縄は米軍の基地があることになってしまう。新しい基地を作らせてはダメだ。これが率直な沖縄の皆さんの思いなわけであります。だから今回の今沖縄で行われていることをもし何も言わずに許してしまえば、県民の皆さんの思い、あるいは地方自治というものが損なわれてしまう。市民の思いが国によって潰されてしまうわけであります。だから私たちは沖縄の問題は沖縄だけにとどまる問題ではない。地方自治を守るという憲法の本旨に照らして県民の自治、地方自治を守るべきだ、こういう趣旨で国に対して松本市議会も意見書を出すべきだ、こういう請願を出したところでございます。